言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。今回はベビーメタルの話になりますね。ベビーメタルとエレクトリックコールボーイのラタタタがですね、オフィシャルライブミュージックビデオアットフォックスフェスということで上がりました。今がね、6月8日の8時22分朝になりますけど、15時間ほど前に上がっています。あのフォックスフェスでのライブですね。私これ行ってきたんですけど、1日目の方ね、あの上手側といいますか横の方の席から見たもんで、正面からの感じって見れなかったんで、これを見ることでその正面からの様子も分かったなっていうところがありました。なのでこちらが非常に助かりました。でリアクション動画はしないんですけれども、ちょっとやっぱりいろいろ見てみるとね、改めていろいろと思うところがあって、そこのところを語りたいなと思っています。はい、リアクションはしないんですが、ちょいちょいこのPC で今ね出ていますんで、そこを流しながらでちょっとね語っていきたいですね。でまあ要するにやっぱねベビーメタルきっかけにして、あのエレクトリックコールボーイも結構聞くようになりました。で、まあ、ヘビーメタルをねやはりこう結構自分のプレイリストに入れるようになって、 Spotify で普段聞いてるんですけど、それは本当にありがたいですね。はい、ちょっと語っていきますね。で、ちなみにもしかしたら、わかりませんが、途中で見入ったり聞き入ったりして、無言になったりするとこあるかもですが、ご了承ください。なるべく編集でつまみますけれども、はい。って感じで。はい。あ、そうそう、あのね、最初のドゥルドゥッドゥッドゥッドゥルルドゥッドゥみたいな、電子音みたいな、言ってみればね、こう、なんだろうな、ちょっとこう、古い感じの、クラブシーンって言うとちょっと変ですけどね、あえて電子音的な感じの部分を出してきて、あの盛り上がるボルテージを嫌顔にも上げてきますけど、逆にこの電子音っていう感じなんですけど、日本人だからですかね、あの皆さんも感じられたかもだし、ベビーメタルのファンメイトさんで結構大きく感じるところがあると思うんですけど、やっぱりその彼女たちのパフォーマンス、そして曲は日本っぽさっていうのがいっぱい入ってますよね。それはまあ歴は浅いですけど、ちょっと聞いてきてそうなんだなって思うようになりました。で、日本らしさっていうものが海外に受けているっていうところもあると思いますしね、まあそこを含めてですよね。ちゃちゃちゃららちゃちゃ、感性すごい、ちゃららちゃちゃちゃんちゃららちゃちゃんで、でみんなこうしてますね。私もこれやりました。うん、でこの流れの中で、あのなんかね祭り囃子に聞こえたりもちょっとしますね。お祭りを盛り上げていくみたいな感じのところ。うん、でみんなこうしてますけどね。うん、でレーザーが飛んでる感じになっています今ね。それでゆっくりとあのエレクトリックコールボーイがね上がってくるところ。ここをあの階段の下から見せてくれるのはいいなと思いましたし、で、あのベビーメタルの3人もいて、これをやりつつで待ってますが、で、おもむろにエレクトリックコールボーイの2人が歌い始めまして、で、その間にベビーメタルの3人がステージの上にというか高台のところに登ります。そしてですね、ちょっとあの観客すごで、観客のところもありますが、ベビーメタちゃんが見たい、そう、あのこういう感じで、あのエレクトリックコールボーイのね2人といいますか、ラップする人のあの英語話せないわ、ラップに合わせてこう、そのラップのそれに合わせてこういう風にあの3人がダンスをしているところがあって、こことかもね、あのその祭りのボルテージ盛り上げるために一定のリズムをね、こう祭り囃子とか思い浮かべていただくとあれですけど、一定のリズムを刻むことによって自分の体の中のグルーヴがどんどんテンションが上がっていく感じでふつふつと出てきますね。で、まあ、こちらのフォックスフェスのエレクトリックコールボーイとのコラボ曲ラタタタに関しては当然ですけど、あの後半の方で出てきましてね、うん、まあそういう後半だったよな、とにかく、あ、でもボルテージがガンガン上がるところで出てきましたから、そうだから本当にもういろんなね、まあ、エレクトリックコールボーイのね含めていろんなライブを見た中で最大の盛り上がりだから、みこしが一番わっしょいするところ
みたいなところで、祭りの最大の盛り上がりどころはここだったかなという感じがします。まあそれは人によってね、違うと思いますけど、感じ方がね。で、このラタタタタッターのところ、ラタタタタッターのところが、なんか本当にこう、みこし担いでる感じなんですよね。屈強な男たちがそのお祭りで担いでいて、で、ベビーメタルの3人がちょうどその、おみこさんみたいな感じに見えると言いますか、まあ、ちょっとこの言い方があれかもしれませんけど、グランパンパースの、勝手な妄想なんで、妄想ね。文化系トーク YouTube 出てますが、日本文化とかそういったものがどうしても好きでね、そっちの方に来やすいんで考え方も。はい。はい。で、ラタタタタで、ベビーメタルの3人は煽ってますね。で、歌うところが来まして、うん。ここで歌い上げて、神バンドのギターのボルテージも上がってまいります。はい。で、サビのところですね。やがれ、ブンブンブーンと、ぶちやがれ、ブンブンブーンのところ。で、ここあれなんですよね。ふわふわみたいな感じで言ってますけど、ここって本当に観客が、これライブで聞くの初めてだったはずだけど、ふわふわってみんな普通にそれが出てて、で、ラップ歌唱のところですね。ドキッとしちゃうみたいな。で、ここね、あれなんですよ。小悪魔しちゃうっていう、スービダルさんが歌ってるところで、後ろのモニターに小悪魔のね、悪魔の角とか映ってたんですね。これね、まあ私さっき横から見てたって言いましたけども、上手っていうか、ステージの右手側の方から見てたんで、このモニターは見えなくて、ところどころモニターは見えないとこあったんでね、これの感じあったんだなって思って、いや、よかったですね。でもこの感じって、会場にいるとボルテージ上がりすぎてて気づかなかった可能性高いから、だからここで見せてもろてよかったっすね。小悪魔ちゃんいいっすね。はい。ゴミ回収の音入ってるかもしれませんがご了承ください。MV も良かったっすけどね、やっぱりライブっすね。うん。で、ベビーメタルの歌と、レレトリックオールボーイの歌がいいコントラストになってて、ここが本当に、緩急があって、祭りの盛り上がりを感じます。で、サビはみんなで歌うところありつつで、ね、やがれ、ブンブンブン、このぶち上がれ、ブンブンブン、ラタタタタッターのところと、ぶち上がれ、ブンブンブンのところで、2回あるんすよね、盛り上がりどころが。で、ラタタタタはみんなで歌うし、ブンブンのところはみんなふわふわって言うしね、うん。で、ちょっと今ね、だいたい2分20秒ぐらいですけど、ちょっと音を、少し小さめにして、ドラムの音とかなしにして、それこそちょっとクラブミュージックとは違うんだけど、チャラン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 みたいな感じの、まあ、キーボードとかで出してるような音で流して、そこで、エレクトリックコールボーイが歌い上げるみたいな感じで、一旦こうね、祭りのテンションを、こう、スッと、スンッとさせてから、一回そう、スンッとさせた方が、その後の盛り上がりにバンっていく、そういうね、祭りだけじゃないですけど、そういうセオリーかなって気がしていますが、いや、みんなこうしてます。こうしてます。私もした。うん。で、ここでドラムが復活して、ベビーメタルが歌い、エレクトリックオールボーイも歌いで、うん。で、ここでドラムがこうなってますね。で、ラタタターが1回あって、で、デスボイスでエレクトリックオールボーイが歌って、ここでベビーメタルはがっつり踊りに行きます。そうですね。踊ってますね。うん。まあ、ダンス&ボーカル見るから踊りをもっと見たいっていうのは出てしまうけど、そこじゃないですもんね。うん。このふわふわのところでも、みんな、そう、ボルテージが上がる。うん。やっぱすげえな。改めてすげえな、この曲。うん。いやいや。Everybody jump って、スーメタルさんの声があって、みんなジャンプして、確か俺もジャンプした。うん。で、あれなんすよね、この、ちょうどこの3人が、FOX FEST の今回の、たまわりのやつ、まあ、ステージもね、いろいろありますけど、3人が真ん中に立っていて、で、ちょうどその、まあ、ちょっとこの話もあれですけど、神社のお社があって、巫女さんではないけど、その、ご神、この言い方どうかな、ちょっとグランパンパスは勝手に思っただけですからね。ご神体の3人がベビーメタルで、神社とかにね、よくその門のところに仁王様が2つ、こっちとこっちに、うん、2つって言い方失礼だな。うん、仁王様がいるじゃないですか。すごい形相の。ちょうどエレクトリックコールボーイが2人だから、その、
ご神体のベビーメタルをこうね、守護するためのそういう風神雷神みたいな感じに見えて、このコントラストね、良かったですね。あの見た目としても芸術点が非常にあるなというところだったりしました、というのを語らせていただきました。はい、うん、そう、なんかあのだからあのベビーメタルの3人が衣装を当然あのベビーメタルの衣装で揃えて、エレトリックオールボーイもあのこうミラーボールみたいな帽子をかぶってそれでやってきてて、うん、ね、なんかあれなんですよね、エレトリックオールボーイの2人の服って普通に考えたらダサいんだけど、なんか普通にかっこよく見えちゃうっていうかね、あの2人のパワーの影響ですかね、うん、そういうところもありまして、そう、なんかパワーとね、あのビューティーのそのコントラストみたいなところ、まあ、当然ベビーメタルの3人もパワーもあるんだけどね、うん、ある意味エレクトリックコールボーイの2人も美しさもあるかもしれません。あのすごいあのパフォーマンスに特化してあのひたすら追求してる感じね、あのそこの部分も美しさかなっていうふうにも思いますし、それかジャーマンメタルといいますかドイツの血なんでしょうかね、うん、なんかそういうすごい追求していく職人肌の人が多いとよく聞きますけど、ヨーロッパ人だと日本人とね、やはり気が合うというか近いのはドイツ人だって話は聞きますね。勤勉さであったりとか、そういう実直なところとか、そういったところを聞きますよ。まあそんな感じでございます。はい、なので非常に良いですね、うん、まあジャーマンメタルも日本で好きな人多いですもんね。私も実質ハロウィンやガンマレイあたりから始まってるんで、ジャーマンメタルから始まったと言っても過言ではない。まあそこからジューダスプリストとかにも行きましたけど、ガンマレイは特に結構ずっと聞きましたね、そういえば。はい、というねことで海半戦好きでした。はい、ということで、まあちょっとまだ残ってるんで、はい、で、うん、いいっすね。でもやっぱりライブがあの非常に映えると言いますか、ライブ映えする曲だなと、うん、お祭り曲ですね、うん、盛り上がる場所が何個も設けられているのもプロデュースする際のなんかそういう部分で非常に考えられているんだろうなと思うし、そう、なんかだからあのちょっとそのクラブミュージック的なところの音層も含めて、まあ少しこう軽薄な感じの部分もあえて入れてパーティーチューンにしておりますけれども、つまりその伝統的なヘビーメタルっていう部分の大事さっていうところもあって、そこの手法もあの使いつつで、多分この楽曲に関しては前も言ったかもしれませんが、あのヘビーメタル、そのベビーメタルエレクトリックオールボーイだけのものに関わらず、ヘビーメタルっていうものについてあの誤解されやすいジャンルではありますから、そういったところをその導入口として、こう登竜門というか導入口として、多分そのさっきちょっとダンスのとこちょっともうちょっと見たいなみたいな、そういうあの別界隈の感覚で話をちょっとしてしまいましたが、あの多分そういうところの人たちもこう来やすいんじゃないかなって気がするんで、だからまあちょうどベビーメタルがこの楽曲を YouTube に上げたっていう部分も含めて、こうベビーメタル、そして何しろヘビーメタルに興味を持つ人口を増やすっていう部分ですごくよく機能するんじゃないかなって気がしますんで、なのであのそうですね、皆さんの周りでもあのこれあの別のねグループ扱ってる時に時々私言ってるんですけど、皆さんの周りでちょっとヘビーメタルとかに興味がないタイプの人たちいるとして、その人たちに一度ちょっと聞いてもらったりするとどこか刺さる部分あるかもしれません。うん、あのねクラブミュージック的な感覚で言っても結構面白いと思う部分多いですし、最近はそういうヒップホップとかにしても、あのエレキギターとかディストーションギターとかの音を使ったり、あるいは使うだけじゃなくて生演奏でやったりってパターンも結構増えているので、意外とと言いますか、あのまあいろいろ聴いてる人間として思うのが、結構ジャンル超えていけるなというのを改めて思ったし、あの MV を、まあ、皆さん多分ベビーメタルファンの方は多分そのあのセオリー、むしろ私よりもやってると思いますのであれなんですけど、多分 MV を見せて、あのこのライブバージョンを連続で見せると
面白いんじゃないかなって、反応とかも面白いんじゃないかなって気がします。まあそれこそ皆さんがね、あの私に MV で語っていた時にライブがいいですよって教えてくれた、そのパターンですね。はい、っていう風に思いました。はい、なのでよかったらそんな感じでもろもろ参考にさせていただければと思います。そう、日本らしさとかも感じましたし、祭り囃子的なところとか、ご神体みたいな感じとか、エレクトリックオールボーイの2人が、あの風神雷神みたいな感じとか、あのそういうのも感じたりはいたしました。まあいいですね、やっぱりね、ヘビーメタルを改めてこうやって見直すきっかけになったのもありがたいですし、それにあの私の職場の人にもね、あのいろいろとフォックスフェスの話もして、で結構語ったら興味持ってましたから、ということなんで、ここから先10年のヘビーメタルを特に担ってくれそうな2つのグループの共演で伝説になりそうな、そういうものでございました。その伝説のところに自分も一日ですが入れたのは、それは自慢していいんじゃないかなとちょっと今思ってます。はい、という感じでございました。ではこの辺で失礼します。言いたいことは今日言っておく、マシカドの語り部グランパンパースでした。ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。皆様のおかげさまを用いまして、登録者数私2万人を達成いたしました。ありがとうございます。本当に助かっております。ボーイズグループを日本から世界にっていう形で BE:FIRST を中心に語らせていただいております。もともとはこだわりは持っていなかったんですが、新しい方も結構来てくださるというところで、登録者数が分かりやすく信頼につながるというのが人間ですので、数字で判断するというのがありまして、なのでこだわって今増やさせてもらっています。はい、 YouTube 登録は全部無料ですし、もし皆さんが登録しても通知とかは来ませんし、変なサイトにも誘導されません。そして私の動画が合わないと思って解除される場合も、私に一切通知は来ませんので、安心して登録していただければと思っております。3万人目指していきますので、まだ登録していない方はもしよかったら登録していただければと思います。一度解除した方でも、もう一回登録してやろうかなって思ったら登録していただけるととても嬉しいです。そしてもう登録してくださっている方はありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。では引き続き精進してまいりますので、よろしくお願いいたします。それでは失礼します。